皆さん、ハコンバンチャーです。パパセです。今日はトラックですね。キャリートラックとかスクラムも一緒やけど、型式で言ったら D52T DB52TDH52T のですね、オイル交換とエレメント交換を行っていきたいと思います。まあ、キャリースクラムな。この車はまあ4駆やけどな。これは4駆、とりあえず、運転席をリクライニングでね。リクライニング、で、この前のキャッチね、おこれ助手席も一緒やから、はい、この赤いところをちょっとやったらポコンと上げて、あこの紐があるから、おーすごい、シートベルトみたいな紐、ちょっとこれきついなんけどほんまはちょっとこのスライドさして後ろにしたらもうちょっと、でここは、はい、ゲージだけ、ゲージだけ、ゲージのみな、はい、ここにゲージがあるからな、はい、ちょっと置く場所ないからここに置いておくかな、で、よいしょ、まあ、車体番号あるやん、車体番号ここかな、さっきシートめくったらうちめくってね、みんな、なかなかないよ。でこっち助手席側は、はい、このバタンとせんべいから同じように開けてもらって、もうこれ上げるだけで紐は一緒、こっちは、はい、もう動けへんから、簡単に、で今度はこっちは入れるとこ、まあ、一緒にしてくれとったら楽やねんけどな。そうだね、あとちょっとこの入れるところを上に向けといてもらったらせやね、なんちゅうかな楽っちゅう、なんでやろ、ちょっと冬はこういう湿気あるから、この水気やから、はいはい、ちょっと拭いといてもらったら、なんかすごいな、エンジンのあのずっと乗る人やったらこれ消えていくけどな、たまにしか乗れへん人、白いのがついてるもやもや、水やから、すごいね、で上げていく、はい、こちらの、はい、よいしょ、これなんとなく見えてるけど、どれ、ほ、どれ、17、17です、よいしょ、だいたい2個も4個もここやわ、おお、飛ぶかな思ったけど飛べへんかった飛べませんはい、パッキン、うん、まあ、20パッキンないと見とかない、はい、いつものやつね、もうみんな見てくれてたらあれかな、よいしょ、でエレメントは、はい、さっきねさらっと見とって、これや、あれや、あれ、これでしょ、ちょっとエレメントの位置は、ちょっとしたら、2と4で違かったやな、気が、おう、あ、そう、よいしょ、これだ、4だって見えへんけど、で、工具は63やな、63です、すんごい、
まあ、守れたらしいもんか。はーい。はい、こんな感じでここまで抜き終わりました。抜き終わったけど、うん、ちょっとだいぶ周りが、うん、あ、来た、よいしょ、はい、食してるから、うん、取れたかな、見えんね、いや、取れてないよ、取れてないじゃん、うん、これちょっと丸いワイヤー、もうワイヤーブラシの硬いやつやったらちょっと傷つくから、はい、うん、ちょっと丸いやつか、うん、真鍮でもいいし、真鍮、おお、真鍮のやつの方が柔らかいかな、おお、まあちょっと綺麗に取ったとこからしようか、そうしましょう、うん、あんな感じで磨いていきました、うん、まあだからちょっとこう、うん、やっぱ腐食もあるから、はい、ちょっとツルツル、ツラに出っ張りがないのか、うん、あんまり磨きすぎてもダメなんね、うん、まあ15ニュートンぐらいかな、15ニュートンぐらいです、うん、まあ、はい、こと細かい神経質とか、うん、こと細かいきっちりしたい人はあのページとかで、うん、うんうん、ネットで調べてもらってね、ちょっとオイルつけとかなあかん、ね、オイルのドレン の、はい、あの締め付けする時でも、うん、完全に乾ききらさんとちょっと手にオイルを塗ってパッキンとかあのボルトにもちょっとオイルだからクリーナーとかで塗ってカラカラにしたらボルトが変わるから、はい、エンジン組む時にもボルトにオイルを挿してボルトが変わらへんようにするから、はい、まあ、エレメントはほらオイル、そうですね、オーリングのとこにね、うん、まあボルトとかも同じようにそうちょっと油分がある方がいいって感じかな。でまだもうちょい抜いていく社長、まあもう抜けてきてるから、うん、そのまんまいく、そのまんまいこうか、うん、でまあ鉄やから 3.8、うん、3.8 ぐらいうん 3.8、うん、3.8 だよいしょ、ええ、ここが切る、まあ、はい、ゆずさんがこのネジの部分と、はい、ちょっと手についてるぐらいの軽く、わしゃにも、まあ、そうそう、まあ、ベチャベチャ飛んでらんでさっきちゃんみたいな私はあそこにでまあ 3.8 から4キロぐらいでと思うけど、はい、これもまあ正確なあれはうんどっかネットで、うん、はい、調べてもらって、一応パッキン、はい、スズキのパッキンって結構アルミのこのパッキンって薄いねやんか、うん、うん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 、一応本題を使ってんね、うん、そんな違うなんや、うん、分厚さが倍ぐらいちゃうかな、ちょっと大きいからあかん時もあるけど、うん、まあできるったら、うん、できるだけ分厚いやね、うん、よいしょ、うん、おお、え、チョコ 3.8 です、うん、まあ、まあ、下ろして、はい、うん、入れていくとこからやっていこうかな。で、この助手席側のこの入れるとこやねんけど、うん、この上から中入ってやったらもう大半こぼれるから、はい、こんな感じ、この体勢から、このわかるわかる、長いホースがあったら外に出すようにして、うん、で、うん、こういう感じで持っていく、うん、で、みんな3リターバーンときっちり入れるけど、その手前でちょっと止めた方がいいかいな、うん、2.5 から7ぐらいで、うんうんうん、でゆっくりな、はい、あんまり入れたらこの斜めからやったら溢れてくるから、うん、これ結構やりにくい、まあこれまだマシかな、うん、今のやつだともうちょっと下にあるかな、おい、奥まってんねや、うん、ここな、ここ、うん、これぐらいまで先頭こう、おさぎちゃんからまあ 0.1 ぐらいはこぼしてる0.1 もあんまで、まあ
ちょっとお茶とするからな。はい、はい、さっき言った芸人とかね。芸人な、うん、あ、サビちゃん向こうから行こうか。よいしょ。よいしょ。こうな。うん。そう。まだまだ。いや、まだまだより、まだ 2リッターぐらいしか入れてない。おお。ちょっと。大変じゃん。まあそっち寄ろうか。うん。別角度から。2.7 入れたつもりが2リッターぐらいしか入れてないから。でこれでちょっととりあえずエンジンかけて、はい、見ていこうかな。うん、漏れ、まあ漏れ見て、量を見てね。はい。セルマシン。そう、こんな感じでちょっと置いていきます。はい、30分、40分ぐらい置いていたので、うん、エンジン切ってチェックしていきたいと思います。少し、まあ、下がるまで時間かかるから。はい、オイルもいいから。そうだね。よいしょ、ドレインから行く。ほっ、おいしょ。おっ、切った。うん、よいしょ。下っ側みたいな。おー、すごい。うん、こういう感じ。見えへんところをね。うん、はん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 。よいしょ。まあ見えるで。見えるけどね。これはまだわりかし。まあだから下の方とか。うん、この、わかる？角度を合わせてもうて、はい、鏡に。うん、反射させてね。うん、さして、そうそうそう。こんな感じです。うん、で、まあ。この上まで見れるから。おー、上まで見といても。おー、すごい。おー、見えてる見えてる。で、はい、さきちゃんみたいになったかんからちゃんと照れてドロドロやったもんな。あれはやばいと思った。乗りすぎはちょっと注意やな。はーい、ええ勉強なんだな。うん、もう次から失敗しないよ。絶対パターやるやれへんて。はーい。お、ゲージの位置はな、うん、まあ、一番初めのやつ見てもらって。はい、あったかそうやね。うん、とりあえず合計まあ3リッターは入れてるから。はい、こんな感じ。今だから切ってすぐやから、はい、下がりきって多分まあ下がるから 3.2 ぐらいかなと。うん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 、うん、それは最後調整して。そうですね。で、あとはこのフックをはい外してもらって、はい、で運転席は座席も、で、あとはまあ引っ掛けてもらって、はい、パチンやねんけど、うん、たまにここが浮いてる場合があるから、うん、こいつがちゃんとパチンって、うん、おー、刺した。あー、そうそうそう、下がるまでパチンと、うん、あー、やってます。こっちやるわ。まあ、いや、そっちはちょっといい、うん、カーペットがめくり上がってるから、これ最後入れなあかんかな。あ、そう、あ、残念。サギちゃんの出番やと思ったのに。イエス、オッケー。まあこんな感じでですね、キャリートラックとスクラムですね、あの車検前の点検とかも一緒に合わせて出してるので、皆さんそちらも作業の参考にだから、まあ逆に言うたらこの方のエブリとか、うん、エブリバンとかスクラムバンとかも一緒やわ。一緒一緒一緒、結構何でもね、一緒一緒、形大体ね、参考になると思うので、うん、よかったら皆さんお願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。